では始めさせていただきます。大日本帝国は万世一系の天皇皇陵を統治す、この事実は山のごとく動きません。 Except in a very formal manner, the emperor held no real powers. Was not the declaration of war against the United States issued in the name of the emperor? Tojo is totally responsible for the declaration of war against the United States. Konoe! Remember Pearl Harbor! 本日近衛公爵の戦犯指名が決定したとのことです。ありがとう。それでは、さようなら。憲法は最後の砦なんだ。いいか。あなた、私はアメリカと戦争をしているんだ。この戦争だけは絶対に負けられないぞ。天皇は子孫にして犯すべからずではどうですか。子孫ね、いっそのことを天皇は国の元首にして犯すべからずとはっきりと規定する手もあります。ただ単純に天皇は犯すべからずでいいでしょう。天皇は子孫にして犯すべからずでいきましょう。統帥大権は残すのですか。残します。戒厳令布告の権能も残します。失礼ですが、この程度の改正では GHQ も国民も不満を持つと思います。不満があれば訂正してもよろしい。最初から後退した形で政府案を出すのは相手に付け入る隙を与えかねません。He has ordered us to deliver to you.どういうつもりなんだ。日本案はアブソリュートリーインパッシブル、受諾できない。だから GHQ は憲法を作成したと。大ごとですな、こりゃ。 The Emperor shall be symbol。 なんだこのシンボルってのは。象徴でしょうか。象徴。天皇は日本国の象徴。Thank you.
お待たせしました。ご報告を申し上げます。本日午前10時より外装鑑定にて総司令部のホイットニー民政局長ほか3名と会談をいたしました。ご苦労様でした。どうぞ。趣味はいかがでした？それが奇妙奇てれつな話になりまして。奇妙奇てれつ？結論から申しますと、マッカーサーは我々が提出した憲法改正案を受託できないそうです。おお、やはり11条の軍規定が気に入らんのですか？いや、そういう問題ではありません。全面的に拒絶されたのです。いや、拒絶したばかりではなく、驚いたことにヤッコさんたちは民政局で作った別案を持ってきました。別案？これがそうです。我々の政府案は陽光のみでしたが、向こうのは長ったらしく、憲法そのものを書いてきたのです。受け取ったんですか？受け取らざるを得ないじゃないか。序文がついてるんですか？そこは問わして、まず第一条をお読みください。The Emperor shall be the symbol of the state and of the unity of the people. Symbol? Deriving his position from the sovereign will of the people and from no other source. 一体総司令部は何を考えているんでしょうかね。もっとも、ホイットニーはこれを日本側に押し付けるつもりはないと言いましたがね。詳しく話してください。まあ要するに、強制はしないけれども、マッカーサー元帥はアメリカ国内のまた他の国の強烈な反対を押し切って、天皇陛下を擁護するために苦心を重ねておると。まあこの GHQ の憲法案の範囲であれば、なんとか天皇陛下のご安泰を図れるであろうと。それから、総理、第八条はいかがですか？War as the sovereign right of the nation is abolished. Abolished?The threat of our use of force is forever renounced as a means for settling disputes with any other nation. 戦争の放棄ですか。まあ、いずれにしても、これを丸ごと受け入れる義務はないでしょう。日本の憲法は日本人の手で作るべきなんですから。それは私も同感です。しかし GHQ は日本政府の案を受け付けないと言ってるんでしょう。だから早速終戦連絡局の白洲二郎君を総司令部に派遣して交渉に当たらせているんだ。政府案と GHQ 案には根本的に相違はないということだな。しかしホイットニーは強硬でしたよ。マッカーサー元帥はこの GHQ の案が日本政府の案として発表されることを強く望んでいる。何ですと？冗談じゃない。そんなみっともない真似ができるもんかね。もしそれができないなら、マッカーサー元帥自身の手で日本国民に発表することになるであろう。恥をかきますよ。 GHQ はこんな途方もない憲法を見たことがない。まるで共産主義の作文ですよ。私が呆れて黙っていたら、ホイットニーが機嫌を取るようにこう言いましたよ。Can you understand my English? 失礼じゃありませんか。私は言ってやりましたよ。 Yes, I understand absolutely. 貧しい英語ですな。発音には自信がありません。そうじゃない、この文章ですよ。感傷的というか、少女趣味というか。ともかく憲法の何たるかを知らないんですな。私がなぜ一員制を取るのかと質問したところ、ホイットニーの答えはトンチンカンでしたからね。日本にはアメリカのように州がないし、
貴族制度が廃止されたんだから、一人制の方がシンプルでいいんだろうとこう言うんです。だから私は任意制のチェック&バランス機能について特別講義をしてやりましたよ、ブロークンイングリッシュでね。やっこさんたち神妙にうなずいてましたがね。一員制になったら困りますよ、総理も私も吉田君も選挙に出なければならなくなる。吉田さん、はこの文書を知っているのは誰と誰ですか。ここにいる4人と白洲次郎、それに通訳の長谷川君だけです。定例閣議まで秘密にしておいてください。トップシークレットです。は、剣の滅ぼです。取り尽くし間もありません。我々の立場はどうなるんだ。憲法問題調査委員会の面目は丸つぶりじゃないか。 GHQ の案は日本政府への最大のプレゼントだそうです。善意と友愛に満ちたこの案を飲めないようなら内閣を総辞職すべきだとそこまで言われました。メイドイン USA の憲法を飲めるわけがないだろう。他人のふんどしで相撲を取れてるのか。それにしても GHQ はいつの間に憲法なんか。計画的なんだよ。最初から政府案は蹴るつもりだったんだ。いや、そうじゃありません。何？ケイディス大佐に聞いた話ですが、あの憲法は民政局のメンバーがたった1週間でまとめ上げたそうです。1週間？そうか。マッカーサーからの作成命令が出たのが2月3日、作業を開始したのが2月4日だと言っていました。奈良市パーティーの方はどんな具合ですか。明日の晩はラウェル中佐の送別会を予定しています。ぜひ情報を取ってください。ケイディス大佐は鳥を試着夫人にご就寝だそうですが。べったりですよ。さあどうぞ。ハイボールはいかがですか。恐れ入ります。大佐は何か。ええ、天皇制は心配ないと言っています。日本人の心情については私からも繰り返し説明しておりますので。それはそれは。今年は天皇陛下が全国をご巡行遊ばします。日本国民がいかに皇室を崇拝しているかよくご覧なさいと。他には何か。ここにいるご婦人方は気の毒だと言っていました。ほう。もちろんジョークですけど、民主主義になれば公爵夫人も子爵夫人も今の地位を失ってしまうねって。総選挙の時期ですが、いつになるんでしょうね。さあ存じません。政府は GHQ に振り回されて八方塞がりの状態です。憲法のことでもぎゅうぎゅうやられています。そうでしょうか。ケイディス大佐は今歴史に残る大仕事をしていると言っています。日本国民にも必ず感謝されるはずだと。自分はこの仕事に誇りを持っていると。それは GHQ の考えであって、シデアナ内閣の考えではありません。ミシェル・ナラハシ。おお。Excusez-moi. Je ne suis pas venu ce soir pour parler politique. Je suis venu pour profiter de la soirée. Je sais. Voulez-vous un cocktail? Conduisez-nous en gentleman. Ne mettez pas tout ça dans l'embarras. Bon, bon. Jack, let's dance. Good idea. マッカーサー元帥は天皇陛下を支持する立場にあるが、もしこの案を
日本側が拒否するならばエンペラーのパーソンについても重大な変更をしなければならなくなるとホイットニー局長はかように述べたのであります。エンペラーのパーソン？天皇の身体に関わるということです。脅迫的ですな。けしからんね。問題の GHQ 案を見せてください。ただいま翻訳中であります。6日も経ってるんだよ。文言の解釈に慎重期しておりますので。英文でも構わんよ。出来次第お配りいたします。我々も昨日文書をもって説明の補充を試みましたが、これも突っぱねられ、逆に48時間以内の回答を強く求められました。48時間？明日ですか？そうです。回答の期限は明日です。断固として反対します。私も拒絶すべきだと思います。天皇のシンボルカーとか戦争の放棄とか、そんなバカな話がありますか？質問どうぞ。我々が拒絶しても GHQ 案は発表されるわけでしょう。そう言ってますね。我が国の新聞は必ず GHQ 案の提灯持ちをするでしょう。新聞に煽られて賛成する連中がどっと増えますよ。そうなると政府は批判の矢面に立たされ、総選挙どころではなくなります。厚生大臣はアメリカの憲法を受け入れようというんですか？拒絶できると思いますか？日本人なら拒絶すべきです。総理のご意見を伺いましょう。いかがですか？個人的には私も受諾してはならないと思います。しかしながらことはあまりにも重大であります。したがって結論を出す前に、私秀原がマッカーサー元帥と直接会って膝詰め談判をしたいと思います。ご異議ありませんか？異議なし。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 外務大臣、総司令部に電話をかけてください。かしこまりました。松本先生ですね。君たちは？国難を憂える愛国者です。何のようだ？お届けしたいものがあって参上いたしました。ぶしつけながら、先生は天皇の臣下でいらっしゃいますか？もちろんだよ。天子様の忠節心は人後に落ちるものではない。ならば憲法の天皇条項は不変と考えてよろしゅうございますか？ここでそんな話はできない。改めて事務所へ出向くなりなんなり筋を通すべきではないのかね？自分が憂慮いたしておりますのは、政府の憲法案作成が著しく遅滞していることであります。苦労があるんだよ、いろいろと。お察しいたします。不天にも天皇の白示す大屋島、植民地化戦とするアメリカ軍あり、共産主義化戦とする非国民があり、かかる大事にあたり、建国2600年の国体を護持するには断固たる信念こそ寛容かと存じます。君の言う通りだ。願わくは松本先生が何人にも屈することなく五国の鬼となられんことを期待し、ここに一振りの担当をご進呈いたします。担当？万が一国体の護持ならずば、マッカーサーと差し違えるもよし、あるいは自決なさるもよし。いらいら。松本先生、
くれ。どうなさったんですか。水を頼む。はい先生。冗談じゃないぞ。なぜ私があんな目に遭わされなきゃならないんだ。待ち伏せをされたんだ、国粋主義者の物騒な連中に。何ですか。門は閉めといた方がいいぞ。警備の警官を増やすように。はい、やっぱり朝のお散歩は見合わせた方がいいですね。昨日3時間にわたってマッカーサー元帥の演説を聞いてまいりました。概要を申し上げれば次の通りです。私はつまりマッカーサー元帥は天皇に拝謁して以来どうしても天皇の地位を安泰にしたいと願っている。しかし連合軍総司令部とて万能ではない。ワシントンにおけるファーイースタンコミッションのつまり極東委員会の討議内容は日本政府が想像もつかないほど不愉快なものである。特にソビエトとオーストラリアは日本軍の復讐を極度に恐れ完全に壊滅させることを主張している。極東委員会のみならずアメリカの国務省もマッカーサーの方針は生ぬるいと批判している。少なくとも日本政府は戦犯に対する極東軍事裁判が始まる前に新しい憲法を制定することが望ましい。ただし先日提出された政府案は全く話にならない。連合国側の強い怒りを買うだけであると。 GHQ の作成した案のベーシックフォームは戦争の放棄にある。これは極東委員会を黙らせるために最も有効であると信ずる。牙を抜けというんですな。マッカーサー元帥はこう言いました。これからの日本は軍事力によるリーダーシップではなくモラルのリーダーシップを握ればよい。これは画期的かつ崇高な理念であり必ずや連合国側の熱烈な歓迎を受けるであろうと。そんなものは絵に描いた餅ですよ。私もそれを言いました。フォロワーがいなければリーダーシップの握りようがない。元帥の答えはこうでした。たとえフォロワーズがいなくても日本は失うものがない。戦争を放棄した国を侵略すればその国は世界中から糾弾されるであろうと。いかがですか皆さん。マッカーサー元帥は日本の置かれている国際的な状況を説明し国務省や極東委員会と対立している GHQ の辛さをありのまま吐露してくれました。私の感触ではもはや選択の余地はないと思います。 GHQ 案を受け入れる方向で閣議決定を願いたい。総理、GHQ 案をそっくり受諾するのではなく、それをベースに政府案を考え直すと受け止めてよろしいんですね。当然です。あくまでも政府案として発表するわけですから。そういうことならいいでしょう。やむを得ませんな。言ってみれば GHQ 案は雷よけの飛来信とでも言いますか。何が飛来信だ。閣僚の皆さんは GHQ 案の内容がいかなるものか正確にはご存じない。ただいま翻訳を急いでおります。次回の閣議ではぜひご覧ください。誰の翻訳ですか。首相松本が訳しております。
もう一つ重要なご報告があります。総選挙の日程は4月10日ということでマッカーサー元帥と合意しました。お待たせしました。 GSQ の憲法案はどうでしたか。なかなかエキゾチックな内容でしたね。気の重い話ですよ。我々調査委員会が長身露骨して作った改正案を一遍でひっくり返されたんですからな。今度はあれをベースにもう一度考え直せって言うんですからな。伊賀栗をですよ、顔を向かないまま伊賀ごと飲み込めって言われてもね。しかしこうなったら閣議決定に従うほかありません。まあもう一踏ん張りして伊賀をなんとかこう取り除く作業をしなければなりません。宮沢教授にわざわざお越しいただいたのもそのお願いのためでして。せっかくですが私は辞退させていただきます。まあまあそうおっしゃらずに。 GHQ の案はよくできてますよ。あのままでいいじゃありませんか。皮肉ですか。皮肉じゃありません。私は一読して感動しました。目から鱗が落ちる思いでした。目から鱗ってあれは民政局の素人が作ったんですよ。そうでしょうね。憲法学者にはとても思いつかん条文です。宮沢さん、正直言って私は学者の限界を感じましたよ。もともと法律家というものは保守的な考えしかできないもんなんだって思い知らされました。失礼ですが、憲法問題調査委員会のメンバーは大臣をはじめ明治憲法しか頭にありませんでした。明治憲法を改正するという固定観念に支配されていたんです。そこが間違いのもとだったんです。もう少し早く GHQ の真意を確かめておくべきでした。私を批判しているんですか。自分自身を批判しているんです。すると何かね、宮沢さんはアメリカの押し付ける憲法をすんなり容認しろとこういうのかね。押し付けとは言えないでしょう。我々はナショナリズムにこだわりましたが、あの憲法案はインターナショナルです。国家という概念を飛び越えて人類の理想を示しています。戦争を放棄して平和国家を建設する、この空前絶後の条文には深く心を揺さぶられました。宮沢君はいつから理想主義者になったんだ。憲法は国家経営の基本法ですよ。歯の浮くような絵面事を並べ立てても現実の政治には対処できません。インフレの対策には物価統制量は必要だし、預貯金を封鎖し新円を発行することも必要なんだ。それは別の問題でしょう。別の問題？理想を持たない人間には人間としての価値がありません。分かった、君には頼みません。失礼しました。This government proposal has not been discussed by the cabinet, so it is not definitive proposal. It is only at the stage of the draft that was drawn up by Minister of Interior Matsumoto. It doesn't appear to be in English. It was not possible to get translation done by today.
Then let's start translating it right here and now. Right here? Right. Everyone, please be seated. Where's the preamble? There isn't any. Mr. Sato, there is no preamble. Is one necessary? Naturally. It would be ridiculous to omit the preamble which states the spirit of the Constitution. Wait 2 minutes. Concerning the preamble, not even the change of one single word or phrase will be allowed. 全文をつけるならば天皇のお言葉にしなければなりません。If we must add a preamble, it will have to be in the words of the emperor. Why is that? This is a democratic constitution. From no other source. That part has also been cut, hasn't it? 天皇は日本国民思考の総意に基づきとなっていますが、我々の原文にある from no other source、それ以外の何者にも基づくものではない。これもカットされていますね。憲法の文章は簡略なほどよろしい。くどくど書くものではありません。It is better for the wording of the Constitution to be as brief as possible. It must not go on and on in the writing. You people are dishonest. You are deliberately trying to deceive us. That is not the way it is. Why does it say, with the hoshitsu of the cabinet? In our original it said, only on the advice and with the consent of the cabinet. Japanese word hoshitsu has the same meaning. I cannot accept this. Do you even intend to change the Japanese language? I cannot ignore what you have just said. Is that your attitude? Just as rude. まあ、それから昼飯になってね。豆と肉の缶詰だよ。食えたもんじゃない。あんまり気分が悪いからそのまま帰ってきた。会議があると言ってね。大丈夫かしら。あのまま続けてたらケイディスと殴り合いになってたな。まあ天皇上皇の付き合わせがなんとか終わったから、あとは法制局の佐藤君に万事任せてきた。大変でしたね。最初から喧嘩腰なんだよ。何しろ今夜中に仕上げるって言うんだから、徹夜も辞さないって言うんだから。ケイディス大佐っていくつぐらいの人ですか？四十そこそこの若造かな。あんな生意気なやつ初めてだ。そうでしょうね。日本人であなたに食ってかかろうなんて人一人もいませんもの。お前ぐらいなものかな。まあやっぱり食欲がない。お父様らしくないわ。元気を出してください。もう終わったよ。私のやることは全て終わったんだ。戦争で負けて憲法論争でまた負けて、二度も負けてしまったよ。No good. The words Japanese people excludes foreigners. All natural persons, regardless of race, creed, gender or class, must be equal before the law. Japanese people ではなくて all natural person にしてください。Natural person に当たる適切な言葉は日本語にありません。There is no proper word in Japanese to translate natural person. That cannot be.The spirit of the Constitution must not be twisted by translation.
外務省の分析によれば国民の多くに安堵感を与えたと見ていいようです。天皇制の維持と主権在民の思想がうまく調和したということですかな。しかし問題はですね、従来の政府案とあまりにも内容が違うこと、しかも文章が翻訳帳であることから奇異の念を抱いている者も少なくないってことです。そりゃあそうでしょう。まさに翻訳なんですから。最終的にはもっと磨きをかけて日本的な表現をしなきゃいけませんな。私はもうたくさんです。議会でやってもらいましょう。議会でね。各党の声明が出ました、うん、自由党と進歩党は原則的に賛成です。自由党の見解はですね、天皇制の維持、基本的人権の尊重、戦争の放棄といった原則が我が党の改正案と全く一致している。嘘つき。どこが一致してるんだ、世界党はこうです。ポツダム宣言の忠実な履行と民主主義的政治に対する熱意の表れとみて賛意を表明する、うん、ただし天皇の大権に属する事項が大きに資する。共産党は例によっていろいろ注文をつけています。まあ実質的には反対ということでしょうな。はあ、驚いたね。これは秀原内閣に地殻変動が起きたらしいよ。我々の案とよく似てます。特に人権に関してはそっくりです。要するにこういうことじゃないかな。松本委員会の反動的な案に呆れ果てたマッカーさんが民間学者の案も盛り込めとこれ命令したんだ。おそらくそうでしょう。あの地震家の松本ジョージがとうとう GHQ にねじ伏せられたか。彼は財界との関係が深いからね、 GHQ には初手から睨まれていたんだよ。高野先生のご感想は。僕らはもともと共和国憲法を期待していたからね。これでも生ぬるいと。鈴木君はどうかね。ああ、不満な点がいくつかあります。例えば。天皇の即位については議会の承認または委任を受ける規定が必要でしょう。人権については人権差別の禁止条項がないこと、経済不平等の是正に関する規定がないこと、勤労者の生存権規定が具体的に書かれていないこと、それから女性の解放、地位向上に関する規定も明確にされていません。いや、同感ですな。これ推薦会として新聞紙で発表しましょう、ね、それより GHQ に持ち込んだ方が手っ取り早くないか。おお、なるほど。日比谷公園に7万人も集まってるそうですよ。選挙目当ての動員だよ。共産党と労働組合がつるんで、それを GHQ が資料視して、今は民主化民主化と言ってれば怖いものなしだからな。錦の御旗だからな。170、インフレも食糧難も失業者もみんな秀原内閣が悪いっていうのか。そんなバカな話があってたまるか。日本は戦争に負けたんだぞ。270万人も殺されてた。原爆を落とされてた。え、国土をアメリカに占領されてるんだ。こっちは GHQ に足蹴にされ小突き回されながら歯を食いしばって頑張ってるんじゃないか。先生。どうした。警官がデモ隊に発砲したそうです。発砲。何万人というデモ隊がさっきだって首相官邸に向かっています。革命が起きるんじゃないでしょうか。首相官邸は万全です。ん？米軍の出動を要請したので、まもなく鎮圧されるとのことです。だから言わんこっちゃない。は。主権在民なんて妄想だよ。なんとかに刃物って言うだろう。愚かな民衆が権力を握ったらたちまち手のつけられない暴君になってしまうんだ。それにしても米軍に守ってもらう政府は悲惨だな。あれだけ国民のために尽くしてきたってのにピエロだな。
民法党の総裁？ぜひお願いしたいそうです。これは公職追放された進歩党の町田総裁の強い要望でもあります。政党政治はごめんこむりたいね。しがらみが多くてね。自由党と進歩党と社会党が三者三すくみの状態じゃ先は思いやられますよ。自由党と進歩党で連立内閣を組めばなんとか過半数には達しますよ。連立内閣ね。そこで自由党の鳩山一郎君に対抗できるのは篠原さん以外にはないと。まあこれは私が言ったんですがね。鳩山総理でいいじゃないか。鳩山君は根っからの党人政治家ですからね。外交の経験もないし GHQ とのパイプもありません。なんとか憲法を通すまでは篠原さんにやっていただきたい。疲れたよ私は。これからは枢密院も貴族院も廃止されて素人同然の政治家が幅を利かすことになります。国の将来ってものを考えると政党の中枢に優秀な官僚を送り込んで政局をリードしなくてはなりますまい。ぜひ篠原さんにその先鞭をつけていただきたい。そういうあんたはどうなんだ。私は外交の専門家ですからね。無所属でいいんですよ。あんたはいつもそうだよ。人を踊らせるだけで自分は手を汚さないんだ。そうじゃありませんよ。どこの党にも属さない方が連立の調整役としては便利なんです。ええ、吉田君は連立内閣なら社会党も取り込んだ方がいいと思うがね。社会党ですか。三党連立なら GHQ からも反動内閣と見られることもないでしょう。憲法をすんなり通すためにはその方が得策だと思いますよ。まったく不愉快だな。内閣は総辞職したってのになぜ私だけ業務を継続しなきゃならんのだ。憲法担当大臣だからでしょ。私が作った憲法じゃないんだぞ。あんな子供っぽい憲法なぜ枢密院で説明しなきゃならんのだ。なぜ私が質問に答えなきゃならんのだ。え？新しい憲法は口語文ですってね。実に甘っちょろい文章だよ。ペラペラして重みがなくて。ほら、この新鋭札と同じだ。